ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は現在開催中の LINE モバイルの1メガ以上キープキャンペーンというのをご紹介したいと思います。このキャンペーンは LINE モバイルのソフトバンク回線の通信速度を計測して1メガ以上キープできていなければ、そのお詫びとして 1GB 分のデータ通信量をプレゼントするというものになっています。このキャンペーンが開催されているのはLINE モバイルのソフトバンク回線を契約しているユーザーに対してとなります。期間としては8月から12月まで毎日開催されていて、最新の計測結果によると8月4日の6時台で最速で 66.1Mbps の速度が出ているとのことです。現在のところ順調に速度をキープしていますので、お詫びとして1ギガのデータ量のプレゼントというのは実現しないかもしれません。1ギガのプレゼントというと、このキャンペーンに失敗した場合ですが、逆にこのキャンペーンに成功した場合もプレゼントをするとのことです。キャンペーンに成功し続けた場合、プレゼントされる商品としては、ロボット掃除機やダイソンの掃除機、それからダイソンの空気清浄機などがプレゼントされるとのことです。ちなみにどうやって計測するかというのも公式ページの方に出ているんですが、普通のスマホを使ってアプリで計測しているとのことです。計測については定点観測となりますので、全国のどこで計測しても1メガがキープできているかというものではないようです。先ほどもご紹介した通り、こちらのキャンペーンは LINE モバイルで、なおかつソフトバンクの回線を契約しているユーザーに対して開催されているキャンペーンとなります。ですので LINE モバイルで契約していてもドコモ回線を使っている場合はあまり関係ないキャンペーンになりますが、ソフトバンク回線を契約している方の場合はプレゼントをもらうチャンスがありますので、この機会に応募してみてもいいかと思います。ということで、今回は現在 LINE モバイルで開催されている1メガ以上キープキャンペーンというのをご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。